あんたたち、いい加減にしなさいよ。俺らと遊ぶと楽しいぜ。ついでに気持ちいいかもな。なんとテンプレな。なんだガキなんかよか。正義の味方気取り。俺らハンターは魔物を買ってこいつら守ってんだ。貴様しましたか？かわいすぎる。もう魔法さえ使えてたらあんなやつら簡単にやっつけられたのに。てっきり騎士養成学院の生徒さんかと。受かれば同じ学院生だね。頑張りましょう。じゃあミノキュー、頑張ってインタビューしてくるからあんたも後で見るのよ。あ、アヤさん、どうでした？インタビューは。今日、私を家まで送りなさい。え？はあ。僕は美濃田九太郎。マリテレビの AD だ。仕事は雑用の毎日だけど、なんとか頑張っている。そんな僕の悩みは、最近番組でよく一緒に仕事をする大人気アナウンサーの西尾彩だ。ありがとう。ミノキューのおかげでインタビュー大成功だったわ。だからミノキューにご褒美あげることにしたから。え？グズグズしないで電気消しなさい。私だって恥ずかしいんだから。ミノキュー、いい加減に起きなさい。あんた人んちのベッドでよくもまあそんなに眠れるわね。なんでこの私が AD なんか起こさなきゃならないのよ。普通は逆でしょ。逆。すいません。いつまで寝てるのよ。ほらさっさと仕事に行くわよ。はい。ほらさっさとする。ただいま。